はい、ユッキーです。えー、今日はですね、こちら。えー、こちらに今見えますのが、この貝。こちらはですね、えー、キラースネイルという、あの、スネイルくんを駆除するためにですね、キラースネイルくん、2匹購入しました。値段がだいたい1000円ぐらい。で、今ですね、非常に、えー、この、 見えます。見えると思うんですが、あの、スネールくんがですね、大量に、多分50匹ぐらい、あの、水草とかにもね、すげえついてるんですよ。ほら。ね。50匹どころか100匹ぐらいいるんじゃないかと思うんですが、多分100匹ぐらいいるんですよね。ええー。それなので、ええー、一応ね、キラースネールくんを、えー、2匹、 え、導入してみました。はい、こちらが青コリドラスくんです。最近ですね、あの、青コリドラスくんが、あの、子供、卵を産んで勝手になんか増えてましたね。ほら、ミニコリドラス。かわいいでしょ。ミニ、ミニ赤ちゃんですね。赤ちゃんがね、あの、今日さっき数えたら5匹ぐらいいたんですよね。すげえ増えてる。 うん、まあ、とりあえずね、この、キラースネイルを2匹導入して、どれだけね、駆除できるかということで、100匹ぐらい現存。今ね、スネイルが100匹ぐらいいますね。こいつらを駆除してもらいたい。ということで、とりあえず、今日は、えー、導入ということでね。結果は後々報告します。 では。